割とこういう動画っていうのは貯めて撮るものなのかなちょっとあの、えー、前回、前々回と実は同じ日、今日はですね、実は5月5日、子供の日ですね、5時、ちょっと今外が雨降ってきている状況なんだけども、に、まあ3本目を撮ろうとしてるんだけども、前回ちょっと予備校のね、えー、予備校に授業を受けに行って、そこで習った先生たちの影響を受けてね、まあいいとこ取りをしてるっていうか、まあ盗んでね、技とか盗んだみたいなことを話しましたけれども、ちょっと今回は僕の師匠に ついいいてお話したいと思いますが僕師匠何人かいるんですけども、まあ、やっぱその中で一番影響が大きいのは K 先生という人でこの人はねなかなかのいい意味でもまあいい意味でもいい意味かないい意味で変わった人でねすごい人でね家に電話してでちょっと今散歩に行ってますとかいう風になんか奥さんが答えたりしてくれるんだけどそうするとまあ何時ぐらいにお帰りになりますかって聞くと3時間後とかやね散歩やで 散歩で3時間どっか行って帰ってくるっていうのはね、なかなかあの大学生の頃の自分の感覚からするとはないわけよね。ただその人は、その師匠は、まあ、1日毎日2、3時間ずつ散歩するということでね、すごいこう、健康を保ってたっていうところあるかなと思うんだよね。それがやっぱ好きだったっていうのがあるでしょうね。 でね、ケイ先生のすごいところっていうのは、ま、あの、まあ、僕的にはもう研究も、その教える方もね、研究でも教育でもすごい人だなと思ってるんですけれども、特にその教育ね、授業っていう意味で言うと、あの、まあ、当然、あの、講義を受けて、なんか質問がある人はどうぞっていうことを、まあ、当然、質問タイムみたいな時間を取ってくれるんだけど、まるについて教えてくださいっていうとね、即答なんですよ。 で、基本的に、まあ僕はその先生の授業を取れる限り取ったので、まあ相当な数の授業を取りましたけれども、そこでまあ、あの僕は割とその授業中であろうと、授業の後であろうと、あるいはそういうね、あの当時はインターネットとかメールとか LINE みたいなのないので、質問があったら家に電話してきていいよという時代だったので、家にもバンバン電話しましたけれども、それで多分まあ100回とか200回とか何百回とか質問したと思うんですけど、 質問してね答えが返ってこなかった時はないんですよ。えっ、ー、と、それはちょっと考えとくから待っててねみたいな答え,答えの時は一回もなくて必ず返ってきたんですよ。で、まずそこはすごいっていうことね。僕はあのー、その師匠に習ってこう質問がある人はどうぞっていうふうにして、まあ、直接聞いてもらってもいいし、あるいはこうメールとかね、あるいはあのー、いわゆる質問箱みたいなところから質問もらってますけれどもそこでやっぱりね、答えられない質問があるんですよ。 だからまだまだ僕は修行は足りないなと思ってるんだけどもその先生本当にどんな質問に対してもこう受け止めてさそれに対してこうちゃんとした答えっていうのかなを返してくれるっていうところは本当にすごくてねだ本当にそれだけのこう知識を得るための努力をしていたんだろうなっていうふうにあの今でもねこう思い出すわけですけれども思い出すんだけども その人ねあの、どのくらいすごいかっていうとあの質問に対する答えをただ単に返すだけではなくてもっと詳しいことは何ていう人の何ていう本のこの辺に書いてあるよみたいなことまで教えてくれるのよ。 で、だから、その答えを全部その場で教えてくれるってやり方もできるんだけど、まあ、ある意味こっち側にさ、自分で勉強、もっと勉強することを促すって意味で、ある論文とか、ある研究書とか、ある文法書を読んでみたらいいんじゃないのみたいなこと言ってくるんだけど、それがね、すごいんです。当時、パソコンが今みたいに普及してない時代でもあるので、それだけの頭の中に、それだけのことがさ、パソコンのようなものがさ、データベースみたいなのが頭の中にあったってことだと思うんだよね。 でそういうところで、先生に質問して、これだけの、えー、文献があるから読んでみなよって言われて、うん、図書館に行ってね、当時は図書館の書庫に入れたので、自分で書庫に入っていって、ちょっとカビ臭い書庫ね、紙の独特な匂いするところに入っていって、あ、この本かって言ってね、なんか誇りぶってる本出してきて、こう、パー開いてみてね、あ、書いたら書いたらみたいな感じでね、すごく勉強になりました。 だからまあ、あのー、大学の先生に限らず、高校でも中学でも先生そうだと思うんですけれども、その僕が師匠から、まあ直接言われたわけではないんだけれど、教わったことの一つっていうのは、授業をするために100の知識はダメなんだよね、きっとね。120ぐらいの知識を、えー、習得しなくちゃいけなくて、だけれども120の知識を与えるんじゃないの。 ま与えるって言い方なんか偉そうやから嫌やけど120の知識を持っといて授業では80ぐらいにしとくとかねだからやっぱりその教える内容について誰かについて誰かに対してあのしゃべる内容ね説明する内容についてとことん研究しろと。 で、これね、事業に限らないと思うんですよね。例えば皆さんが、これを見てる皆さんが社会人になって何かをプレゼンする場合もそうだと思うんですけれども、自分が売り込もうとするもの、自分がプレゼンしようともするものについてね、とことん調べておいて、どんな質問が来ても答えられるようにするってことはね、すごく大事なことなんじゃないかなと思うんだな。ほんじゃあね。